分かってます。分かってます。ありがとうございます。はい、で、日本の伝統の津軽三味線、そして、ね、スペインの伝統のフラメンコ、この伝統と伝統をコラボレーションして新しいものを作りたい。でこれを子どもたちにどんどん継承していきたいということで新しいユニットを組ませていただきました。アンコールはちょっと用意はしてなかったんですけれども、皆様のお答えに応えられるように精一杯ご披露いたしますのでよろしくお願いいたします。でも素晴らしいと思います